況、ストップ高となった下記の銘柄についてご紹介します。セーラー広告の株価がストップ高の492円に買われました。これは10月1日に石破茂新内閣が発足したことを受け、地方創生関連の銘柄として再注目されているためです。セーラー広告は香川県高松市に本社を置き、四国山陽地方を中心に地域ブランディングに力を入れており、広告やイベントにおいて多数の実績を持っています。このため思惑的な買いが入っているようです。マキシスファーン中国株式の株価がストップ高に達しました。これは中国市場が国慶節の休場中であるにもかかわらず、香港市場のハンセン指数が一時 7% を超える上昇を見せたことが理由です。特に中国政府から景気刺激策が相次いで発表され、中国の景気回復への期待が高まっているため、関連 ETFS への投資意欲が強まっています。ワン ETF 南方中国 A 株 CSI500 の株価がストップ高になりました。これは中国市場が国慶節の休場期間中にあるにもかかわらず、休場明けの香港市場でハンセン指数が一時 7% を超える上昇を見せたためです。また、中国政府による景気刺激策が相次いで発表されたことも影響し、中国の景気回復への期待が高まりました。これにより、東京市場でも関連 ETF が物色され、活発な取引が行われています。雨風対応の株価がストップ高となりました。今回の急騰は地方婚活支援事業として結婚相談所地方婚を新たに開設することを発表したことが要因です。この事業は地方在住の会員を拡大し、都市在住の会員獲得にもつながると期待されています。新事業の創設による業用拡大効果が市場の注目を集め、短期資金を呼び込んだ結果、株価が急騰しました。今日良いニュースのあった下記の銘柄についてご紹介します。ジェリービーンズグループが大幅に続伸しました。メタシティと提携し、ブロックチェーンゲーム LORD オブドラゴン S の日本総代理店契約を結びました。この契約により5年間の日本語版総代理店権利が付与されます。今後ゲーム事業を積極的に展開し、日本での関連トークンを暗号資産取引所に上場させるためのコンサルティング事業も進めていく予定です。ベビーカレンダーが大幅に続伸しています。これは医師ネットワークを活用したマーケティング支援を行うメディカルリサーチの全株式を取得し、子会社化したことが大きな要因です。これによりメディカルリサーチの監修医師ネットワークとベビーカレンダーの専門家が協力し、より質の高いサービスを顧客に提供できるようになります。またこの連携によって収益獲得の可能性も高まると期待されています。子会社化後、メディカルリサーチを吸収合併する予定もあり、さらなる成長が見込まれます。象印マホービンは第3四半期の決算を発表し、累計営業利益は前年同期比で 6.5% 増の 44.8 億円となりました。これにより上半期実績から増益に転じました。また6から8月期は不需要期にもかかわらず、営業損益は 1.1 億円の黒字となり、前年同期の 2.7 億円の赤字から大きく改善しています。さらに為替の円安がマイナス要因ではあるものの、炊飯ジャーの売上が好調で、損益率も改善しているとされています。フォーバルテレコムの株価が反発しています。これは関東財務局に提出された大量保有報告書で、光通信グループによる株式保有割合が 5.05% に達し、新たに 5% を超えたことが明らかになったためです。このことから受給に対する思惑が働き、株が買われているようです。光通信の保有目的は準投資で、報告義務発生日は9月24日です。ブロードバンドセキュリティが続伸しています。会社が防衛産業向けの新たなサイバーセキュリティの準拠支援サービスを発表し、好材料として注目されています。このサービスは、防衛関連企業に対するサイバーセキュリティ基準に基づいており、特に防衛省や自衛隊の装備品の調達や入札に必要な情報セキュリティの基本方針の策定をサポートします。具体的には、対策ロードマップの策定や実行支援を行うことで、企業をしっかりと支えていく方針です。MIPOX の株価が急伸し、年初来高値を連日で更新しています。その理由は、同社のハンガー塗装剥離レーザー設備が2023年度補正予算の省エネルギー投資促進事業費補助金の補助対象として採択されたからです。この設備は工業用金属部品の塗装剥離工程で使用され、ガスから電気へのエネルギー転換を促し、エネルギー消費を大幅に削減することができます。これにより設備導入顧客は補助金を受けることができ、さらなる環境への配慮が期待されています。日本フィルコンの連結業績予想が情報修正され、売上高は275億円から288億円、営業利益は6億円から8億円に見直されました。これは産業用機能フィルターやコンベア事業、電子部材、フォトマスク事業の需要が底堅く推移しているためです。また第3四半期の売上高も前年同期比 4.7% 増の217億2900万円、営業利益は 41.3% 増の7億5300万円となる好調な結果を示しました。ただし
純利益は減損損失を計上する見込みで、同じ水準を据え置いています。オートサーバーの運営する ASNET において、2024年12月9月との取引台数が過去7年間で見ても前年同月比 94.0% という実績を達成しました。この数値は、2023年度に記録した2万697台という過去最高を下回るものの、2017年から2023年までの平均を上回る 101.7% でした。また、2024年1月から9月までの累計取引台数も前年同期間比で 102.3% の成長を示しています。東和フードサービスの9月との月次売上高が好調です。既存店売上高は前年同月比で 71% 増となり、2ヶ月連続で前年実績を上回りました。これは、椿屋コーヒーなどのブランド展開に加え、喫茶需要の高まりや、夜の客単価アップが影響しています。これらの好材料が市場で評価されています。WA の9月の売上高は前年同月比で 12% 増の12億4600万円となり、増収基調を継続しています。この結果は、サンダルの販売期間を例年よりも延長したことと、新作スニーカーの販売が好調であったことが寄与しています。これにより、売上が増加し、市場からも期待されている様子です。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。